盗人メントは、吉橋道夫によって書かれた短編小説である。1981年に岩崎書店から刊行された作品集、K のホタルビ書集の児童向け時代小説である。2010年に講談社より文庫本として刊行された K のホタルビ京都繁華町にも収録されている。また、1985年に国土社から刊行されたアンソロジー。 大阪国際児童文学館編、新、文学の本棚小学校校、学年一夜明け前声がやってきたにも収録されている。学校図書の中学一年生向け教科書、中学校国語一に収録するにあたっては、作者自身により一部過筆、修正が施されている。文吉は、この春行われる、身部狂言の新演目、山畑とろろで使う。 盗人の面を掘ることを深淵木のため手本がなくても掘ることを簡単だと思い軽く引き受けた。しかし仕事は一向に進まない。盗人の面が打てないのだ。そんなある日家に本物の盗人がやってきて包丁で脅され赤ん坊を無理やり押し付けられた。文吉はこの盗人の顔に着想を得て何とか面を完成させ押し付けられた子供は 妻の夫人に育てさせた。後に、この盗人は捕獲され入浪する。後日文吉は、牢屋敷の前を通りがかった際にこの盗人を見かけ、この囚人の名前は、伝蔵と言い,い、盗みではなく、家々に、間引きされそうになった子供を脅しながら押し付けて回った、ことから入浪したと、役人から聞く。文吉が見た牢屋の中の伝蔵は何かを睨みつけていた。 その時文吉は、伝造の表情は人を怖がらせるためのものでなく、この世の不条理、許されざることを怒りを込めて睨みつけている、こうまびく親だけでなく、それを許している、社会全体を睨みつけているのだと、初めて理解した。文吉はもう一度、あの、盗人面を掘り直そうと思った。ありがとうございます。